すごい喋ってますね私。なんかさっき裏で喋れなかったらマジ助けてねって言ってたのにめちゃくちゃ喋るやんって今思ってます相手役が山田くんだって聞いた時にあもうこれは面白くなるなと思いましたし、まず山田くんのこういった作品を私は知らない、こういう山田くんを知らないし、なんかこうやっぱ山田裕貴さんっていうのはもうなんか人間力がすごいんですよ、凄まじいんです、なんか人間なんですよ、わかりますわかります、人間です、生き物、物体、生命体あ、そうそうです、わかる、はい、そうですもん、生命体です、生命体でしょ、はい、この生命体から何が出てくるんだろうみたいな、その面白さにすごいワクワクしましたし、ちょうどお話いただいたのは先決、そうっすね、一緒にやっていた先生を消す方程式というドラマで、ドラマでやってて、まあ本当にジョーカーみたいなちょっと土地狂った役を彼はやっていたんですがそれまた素晴らしくて、はい、実際現場でももう生命体なんです。すごい喋ってますね私。なんかさっき裏で喋れなかったらマジ助けてねって言ってたのにめちゃくちゃ喋るやんって今思ってます。あ、そうですね。ちょっと熱くなってきちゃう。いや、いいですね。いい傾向です。